JR 東海がリニア沿線の瑞浪市大久手町で32箇所の水源やため池などを調査したところ、そのうち個人宅の井戸など14箇所で水位が低下していることが確認されました。また中には水が枯渇したところもあったということです。被害がですね、思ったより大きいんで、町民としてはちょっと戸惑っていると。水がいつ枯れるかという心配はついてもありますね。現場付近では6年前から 14.5 キロの日吉トンネルの本格的な掘削が行われていて、水位の低下は工事が原因とみられています。 JR 東海はトンネルの建設を引き続き進める予定で、おととい住民側に代わりの水源確保などについて説明会を開くとともに、早急に上水道工事を進め、トンネル掘削との関係を調査して真摯に対応しますとコメントしています。